エルゴベビー、ベビーキャリア、おんぶ。取扱説明書をお読みいただいてから動画をご覧ください。お子様を抱く前に各パーツを点検します。バックル、ストラップ、ベビーウエストベルト、破れ、ほつれがないことを確認してください。ベビーウエストベルトをお子様のウエストに巻き、バックルをループに通します。ストラップの余りをループの外に出します。ウエストベルトをウエストに装着します。安全ループを通し、バックルを止めて、ストラップの余りを出します。ウエストベルトが地面と水平になるようにおへその高さで固定します。ストラップとベルトの長さを体に合わせて調整します。右側の肩ストラップは長めにしておきます。キャリアアタッチメントのスナップを外します。抱き方、お子様を抱き上げ体の正面で支えます。ベビーウエストベルトのバックルをキャリアアタッチメントに留めます。スナップを留めます。お子様を体の右斜め前に回します。右側でお子様を抱き、ベビーキャリアを背中にかぶせます。お子様を支えながらベビーキャリアを真横に回します。背中側から左側の肩ストラップを肩にかけ、右の肩ストラップを引き上げながら、右腕を肩ストラップに通し、右手でお子様を支えながら、お子様が背中の中央に来るよう調整します。胸ストラップのバックルを止め、長さを調整します。片方ずつ肩ストラップを調整します。中央で深く座り姿勢を取れているかを確認します。エルゴベビー、ベビーキャリア、おんぶ。下ろし方、肩ストラップを緩め、片手でお子様を支えながら胸ストラップのバックルを外し、片方の肩ストラップを外します。お尻を支えながらウエストベルトを持ち、体の横まで回します。左手でお子様を支え、肩ストラップを外し、ベビーキャリアを体の斜め前まで回します。ベビーウエストベルトのバックルをキャリアアタッチメントから外します。お子様を下ろします。